スタートしました。ちょっと西の台を煽ったスタートを切りましたが大丈夫であります。出口1発2発くれまして、まずファンドリーディブリアでありますマーベラスサンデーも連れて上がっていこうというところであります。最内をついた三強シュート3番手、4番手は優等生であります。そして石のサンデーが行きました。ロイヤルタッチはその後パリスナポレオンが行きます。アフターユーが行きます。そして西の大王最高峰で各馬は1コーナーから2コーナーに向かうところであります。ペースが落ち着きました。先頭はファンドリーディブリアです。リードが2馬身、三強シュート2番手、3番手は1馬身半差、外からはマーベラスサンデーは3番手の位置であります。4番手は1馬身差石のサンデー、そして半馬身差優等生が行きました。その後は2馬身ぐらいの差ロイヤルタッチがじわっと上がってまいります。パリスナポレオンと並んできました。そして1馬身差アフターユー、さらに半馬身差内西の大王であります。縦長の展開、淡々としたペースでありますが、ファンドリーディブリアのリードはおよそ2馬身半であります。そして三強シュート相変わらず2番手、マーベラスサンデーは3番手、順位は変わりません。内をついた石のサンデーですが、優等生少し手が動いて4番手を伺う体勢になってまいりました。その後にはロイヤルタッチもじりじりと差を詰めてまいります。その後は後方3頭一塊でありまして 3,4 コーナー、さあ中間に入ってまいりました。先頭のファンドリーディブリアのリードはまだ1馬身半ある。そして三強シュート2番手、さあマーベラス、さあサンデーが徐々に差を詰めてまいりました。そして優等生ロイヤルタッチあるいは石のサンデーと一気に差を詰めて第4コーナー400の標識を通過、直線コースに向きました。マーベラスサンデー先頭、マーベラスサンデーが先頭です。リードを1馬身ぐらい取っている。さあ2着争いはロイヤルタッチか石のサンデーか優等生か、さあ何が2着争い、ロイヤルタッチが差を詰めてきた。そして懸命に優等生も突っ込んでくる。先頭はマーベラスサンデーです。リードを2馬身3馬身、2着争い接戦、優等生かロイヤルタッチか、マーベラスサンデーゴール、堂々の優勝です。マーベラスサンデー有馬記念以来3ヶ月ぶり貫禄を見せました。